いや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 、待った、すいません、しばらく収録してませんでした。はい、やっていきましょうか。学校であった怖い話でしたっけでしたっけじゃねえよおめえ。今回は福沢玲子ちゃんで、福沢玲子ちゃんでーす、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、よろしく。花は好きかしら。そうだな、嫌いではないけど別にどっちでもないな。好きだとは思わない、別に。部屋に花を植えるみたいなことはしてない。桜の花は見ていてどう？あの桜の散り際の花吹雪の中を通ったことある。僕は花より団子的な感じですから。すいません、あんまり風流がわからない人なんですよね。はい、はっきりしないですね。はい知らないですね。もう、おお、真っ赤なアジサイじゃないですかこれ。今は青いですけど。ふーん、私のことバカにしてる？おかしいとか思ってるでしょ。ああ、思ってますね。よくわかりましたね。はい、もうかなり前から思ってます。あ、それは聞いたことあるね、サボテン。うん、そうそう、人間の言葉によってね。サブちゃんサブちゃんではない、サボちゃんね。はい、演歌がうまいみたいなね、演歌で育てたのよみたいなね。逆も言えるんだよ。なじったり嫌な光景を見せたり粗末に扱ったり乱暴したりすると植物だって怒るんだよ。なるほど、その怒りが起こしたたたりについてみたいな感じの話なんでしょうか。寺子も見たことあるよね。旧校舎の裏にある桜の木。うん、すごいね。第二運動場はあそこにできるはずだった。あのね、俺の通ってる大学の近くにね、本当にね、タタルっていう木があって切れなくて、そのせいでなんか不自然になってると箇所があるっていうね、そういう話あるから本当にあるのかもしれないね。切ったり、そう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 、工事中に死ぬんだって。本当にそういうとこあるみたいよ。本当に鉄骨に押しつぶされた足、生死の境をさまよった末、他の場所に移すのもダメなんだってさ。お祓いをやろうが何をしようが全然ダメなんだって。怖いっす。はい、なんすか。やめてくださいよ先輩。先輩じゃないや、同級生だったはい、そう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 、そういうのがあるんだよ本当。うん、例の桜のことなんだけどちょっと興味ない？木は頭いいんだからさ、普通に育った木なら事情を理解してもらえば怒ったり邪魔しないんだよね。何か事故が起きてしまうのはちゃんと木に事情を説明しないから。それとも悪霊が宿っているかな、どっちかよね。ふーん、まあ、今回に限ってはちょっとそういう話知ってるから茶化しませんよ。悪霊が宿ってる、はいこのテーマっすか。はい、もうあの桜もかなり年数が経っていたでしょうけど、1年生だった東条みゆきさんはおとなしい子で友達のあまりいないタイプ。はい、仲のいい友達がいた。桜が友達、ボールは友達みたいな。バカげてるって？うん、確かにバカげているんだけど、みんな昔の子でしょ？ただのロマンチ、みんな昔の子でしょ？ああ、ただロマンチストな子なんだろうって思ってただけみたい。その頃はみんなと少し外れた子がいても今のようなひどいいじめとかなかったと思うし。そうだったのかね。今はいじめが多いのかな。
お弁当はそこで食べ。ちょっと不気味だな、客観的に見ると。だからなの。カメラマンが桜の写真を撮りに来たこともあった。うん、相当すごい桜なんだな。東條さんって進んでるのね、見かけにはよらないわ。だからいつもあそこで相引きしてたのね。あ、え、男の子と一緒にいたってこと？だって彼女授業中以外はほとんどそこに入り浸ってたんだから、いくらなんでもみんながそのことに気づかないわけないよね。確かにクラスメートを目撃したのは彼女と男の子だったんだけど、ちょうどその時告白されていた場面だったんだよ。彼女はそのことを悩んだわ。別に彼に問題があったわけじゃないんだけどね。うん、友達、ああ、愛ですか。頭が変じゃないかって。そんなこと言ってないってば。植物の好きな人や感受性が豊かな人や霊感の強い人は木と話ができるのよ。告白されたことで彼女やっと気づいたんじゃない？自分は人間で相手は桜の木なんだってことに。難しい話ですね。桜に卒業を機会にもうそばには入れられなくなるって言ったらしいわ。それと好きな人ができたってことも。それ以来彼女は桜の木には近づかなくにゃひゃひゃ。なんか桜がかわいそうっていうか、桜がなんかたたってきそうね。本当にさよならなのね。もう私がいなくても大丈夫でしょ。こんなに暖かかったかしら。うん、人間と一緒なので、こうしていると桜の花の香りに包まれているようだわ。だんだん西の空が赤く染まってきて、東には星も見える。いつもより空が近く感じるのは気のせい。おいおい桜、あれ不思議ー、うひょあの桜の木に飲み込まれたって言ってたんだって。あちゃう。うん、私に気づいて私はここにいるわってささやきが聞こえてくるそうよ。だから動かされることさえ拒み続けてるんじゃない。遠くから見ると赤い霧のように見えるの。はやっ。あんま選択肢なくなかった。そうでもないか、2個ぐらい最初にやったか。もうちょっとあっていいんじゃないか。もう一回やるか。しょうがないな、しょうがないな、れいこちゃんは。花が好きかって。そう、僕は花が好き。なぜなら僕自身が花だからさ。マジっすか。桜の花大好きさ。ふふ。だろ、それだけは勘弁願いだね。うひょー。老木、旅行の話。うん、しだれた枝が、しなだれた枝が、桜のカーテンのよう。それはぜひ見てみたいね。そろそろやめよう、このうざいキャラ。老木に近寄る耳を寄せると、何か幹の中を水や養分が通っているような、そんな音に混じって、私はもう疲れた、お願いだ、もう休ませてくれないかっていう声が聞こえたんだよ。私はびっくりして辺りを見まして、見てみて、
誰もいなかったの。かわいそうに。延命のための機会をつなげられて生きていけない状態と同じなんだよね。そんな桜がかわいそうだと思ったけれど、私には何もできないし。空耳なんじゃないかな。確信。花や木には精霊が宿ってる。うん、そういうことはあるかもしれないね。まあ、旧校舎の裏にあるやはりその桜の木の話になるわけか。千年を超えておる。うん、その話は聞いた。ここから同じ話になるんじゃないか。さては、この後にまた一つ選択肢があったはずじゃ。そこまで進もう。全く怖いとは思わないけど。今の言葉も聞かれたわよ。ひ、怖くないんだったらあの桜を切り倒してみる。切り倒してみようぜ。そういうのは僕は信じないね。木は頭いいんだからさ。うんうんうん。同じ話じゃないか。このまま同じ話になったら承知しないよ。ブンブン。桜を切り倒すだって？そんなこと、そんな暴力的なことできるわけないじゃないか。うん。ああ、よかった。どうしようかと思っちゃったよ。常識のある人で行くってよ。うむ。切り倒そうとすると呪われる木の話って他にも聞いたことない？うん。ありゃあ、また同じような感じになっちゃうのかの。聞いてるもん。思う。悪霊が宿っているんだと思う。思う。うん。お、変わった。よし。あの桜の木のあたりが死体置き場になっていたんですって。穴を掘ってそこに死体を投げ捨てていたっていう噂だから怖い話だよね。しかもさ、死体だけじゃなくてまだ息があって助かる三上のねん人は容赦なく投げ捨てていたんだって。だからね、まさに文字通り地獄絵図だったのよね。それは怖い。死体が埋まってるってやつだな、桜の木の下には。痛いよとか苦しいよだけじゃなくて、もう言葉にならないような恨めしそうな声が途切れることなくその穴から聞こえ続けていたのよ。キャー。かわいそうな桜。うん、そう思う。同情しちゃうよ。え、なんかこんな話聞いたな。アジサイのアジサイの話でこれ聞いたな。なんか肉体だけじゃなくてその塊までも土に返したはずだよ。うん。じっと見ているとあの大木の幹にね、苦しみもだえる人の顔が浮かんでくるからさ、木の幹がそういう風に見えてしまう。おびただしい数の死者の積もり積もった怨念よ。行こうじゃねえか。行くよ。うん。やっぱね、現地に行って取材しないとね。現地に行って取材すればするほど死ぬ確率が増えるわけだけどね。ゲームオーバーに。ビクビク。怖いよあんた。え、そう、舐めるように。どう、
あなたには見える？恨みを残して死んでいった人たちの顔、たくさん見えない？見えません。何、どこがよ。たくさんの人の魂を吸ったんだもの。今でもその人たちの骨はこの下で埋まってる。見える？見えた？見えないっす。変ね、寺子くんって霊感強そうなのに。もっと近づいてごらんよ、体がぴったりとくっつくぐらい。匂いも嗅いでみて、青々とした木の匂いに混じって変な匂いがしてこない？何か硫酸、硫黄に似た匂い、卵の腐ったような匂い、死体を燃やしたような匂い。ね、感じない？見えてきた？見えてこない？見えてこねえよ。話を合わせてやるか。ほんと？この話をした甲斐があったわ。じゃあ木の幹に手を当ててごらんよ。もっと霊を感じてみて。そしてね、目をつぶってごらん。うっ、にゃんにゃー。何ですかこれは。すごいでしょ。それでね、ここで一度霊を見てしまった人は、これからしばらくは目をつぶると今見たものが浮かび出てくるんだって。ほら、まぶたきをしてごらんよ。ほら、目を閉じてごらんよ。見えません。悪趣味。なんか見えない見えないって選んでた方が良かったかもしれないな、これな。まあいっか、次行こっか。はい、終わります。ありがとうございました。次回もよろしければご一緒できればいいなと思っております。はい、なんだこれ。